い、皆さんこんにちは。バルーンアーティストトシです。今日はこれを作ります。ジャカ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 ジャンジャンジャン。はい、ギターです。はい、ギターを作ります。はい、よろしくお願いします。バイバーイ。はい、では作っていきます。フューシャですね。フューシャの先端を、20センチぐらい残して膨らませます。260ですね。それを2本膨らませます。そして、結び合わせます。よっ、はい、結び合わせます。はい、片方に5センチ、4センチを作ります。はい、5センチ、4センチを作ってたらこひねりします。はい、たらこひねりします。そしてですね、この空気を、ぐっと握りつぶして、こっからこっち側に移動させます。ぐーっと空気を押しつぶしてこっちに移動させます。で、こちらも、反対側を、今こっちを通ったんですけど、反対側を通って空気を押しつぶして移動させます。ぐーっと空気を押しつぶして、で、ひねり合わせます。はい、こんな感じです。これをですね、これを合計6個作ります。はい、5センチ、どちらでもいいです。5センチ、4センチ、たらこひねり、はい、5センチ4センチたらこひねりして空気を押し付けて移動します。で、こっちも空気を押し付けて移動します。はい、で、ひねります。はい、2個、この空気の残ってる方ですね。残ってる方、今どっちとも残ってますけど、残ってる方でどっちでもいいですので、5センチ4センチを作って、たらこひねりをしてください。5センチ4センチたらこひねり、はい、で、空気を押し付けて移動します。こっちの空気を移動し、を連れて移動します。はい、5センチ、4センチ、4センチで、たらこひねり、で、空気を押し連れて移動します。はい、今4個目ですね。はい、あと2個、5センチ、4センチ、で、空気を押しつぶして移動、空気を押しつぶして移動。はい、あと最後ですね、5センチ、4センチ、たらこひねり、で、空気を押しつぶして移動、移動。はい、はい、6個ですね。はい、6個できました。そしてですね、あと残りは切り落としてください。残りは切り落として、こう、適当な場所に挟んでおいてください。はい、こんな感じですね。はい、これを作ってください。4、50センチぐらい膨らませて、で、先ほどのですね、これの中心に絡めます。この状態ですね。はい、この状態にしておいてください。はい、さっきと一緒のやつですね。5センチ、4センチ。はい、で、たらこひねり、押しつぶして移動、押しつぶして移動。これをですね、今度は3つまで作ります。5センチ、4センチ、押しつぶして、たらこひねり、で、押しつぶして移動、押しつぶして移動。はい、はい、5センチ、4センチ、そしてたらこひねりして、はい、たらこひねりして、押しつぶして移動させます。でですね、1つをですね、また戻します。押しつぶしてここに戻します。押しつぶしてぐーっと押しつぶしてここに戻します。はい、こんな感じに戻します。で、こちら側は、切り落としてください。で、挟んでおきますね。
はい、こんな感じを作ってください。でいきますね、フューシャ260の先端を、5センチぐらい残して膨らませてください。はい、で、ですね、あとこれをですね2本作りますね。2本、そして、フューシャ260ですね、先端を、18センチぐらい残したものを、260ですね、2本作ってください。はい、合計4本。はい、ちょっと僕測ったやつを、ちょっと準備しました。はい、まずは24センチを作ります。24センチ、はい、24センチを作ります。そして、先ほど、これですね、18センチぐらい残したやつ、先端を18センチぐらい残したやつをそのままここに絡ませます。はい、こんな感じですね。はい、絡ませます。そして今絡ませたこれに、4センチを作ります。はい、4センチを作ります。そして4センチを作ったら、先ほどのこれですね、5センチ残しているやつですね、先端、それをここに絡ませます。4センチ作ったところに絡ませます。はい、はい、ここに絡ませますね。そして、24センチ、これと一緒ぐらいですね、これと一緒ぐらいのサイズ、24センチを作ります。24センチ、はい、そして作ったらまた、先ほど18センチぐらい残したやつですね、をここに絡ませます。はい、絡ませます。そしてですね、4センチを作ります。4センチ、はい、で一番最初の、これを絡ませますね。一番最初の膨らませたやつですね。こんな感じになりますね。ですね、24センチ、4センチ、24センチ、4センチ、はい、こんな感じですね。はい、じゃあ次いきますね。この、先端が5センチぐらい残した方ですね、を、2センチ作ります。で、2センチを作ります。はい、2センチを作ったら次測りますね。31センチ、31センチ、はい、31センチを作ります。そしてこちらに持ってきて、はい、こちらに2センチを作りますね。2センチを作って絡ませます。はい、絡ませます。で、これですね、これ18センチ残したやつ、これに4センチを作ります。4センチを作って隣の、フューシャに2センチを作ります。そして絡ませます。はい、絡ませます。そしてまた、これと一緒ですね、これと一緒の長さ31センチ、31センチを作って、そしてこの隣に、2センチを作ります。2センチを作って絡ませます。はい、はい、こんな感じですね。で、これですね、隣に4センチを作って、で、最初の2センチと30センチを作った間ですね、この間に、絡ませますね。こう通して、中を通して通して絡ませます。はい、こんな感じですね。今2段目まで打ちました。ここからこういって、こういって、こういって、こうですね。31センチ、4センチ、31センチ、4センチ。はい。2段目はですね、2段目。で、この感じでずっと3段目、4段目、5段目、6段目、7段目、8段目まで、作ります。はい。あとはサイズを変えて作っていきますね。で、作るときに、この、先端が、5センチ残した方ですね、ここから作っていきますね。はい、2センチ、2センチを作って、そして今度は33センチ、
33センチを作ります。そしてこっち側にこう持ってきて、で、この隣に2センチを作って、絡ませますね、はい、絡ませます。はい、こんな感じですね、絡ませますね。そしてこの隣にまた4センチを作ります。はい、4センチを作って、でまたその隣に2センチを作ります。で、絡ませます。はい、絡ませて、はい、で、ここと同じ長さですね、33センチですね、33センチを作ってひねります。はい、33センチ作ってひねって、隣に2センチを作って、一緒にひねり合わせます。はい、そして、4センチを作りますね、隣で、ここの2センチと33センチの間に、中を通して絡ませますね。絡ませていって中を通します。はい、はい、今3段目までできました。はい、で、こう短くなったとこありますよね、ここはもう2センチを作って、で、少し長めに残して、で、切り落とします。はい、こんな感じですね。で、こっち側ももう長さがないので、2センチを作って、で、少し長めに残して、切り落とします。はい、はい、こんな感じですね。どっちもこんな感じですね。で、ここにですね、新しくまた5センチ先端を残したやつを追加します。はい。はい、追加します。はい。こっちとこっちに結び合わせますね。よし。今8段目までできましたね。8段目まで、はい、できました。で、8段目までできたらですね、先ほどのこれですね、よっ、これですね、はい、6個作ってるやつ、これをですね、この一番最初作ったとこ下からずっと入れ込みますね。中にぐーっと入れ込んで、こっち側から引き出します。ぐーっと引き出します。中に入れますね。はい、中に、このくらいですね。この5センチの部分がちょっと出るぐらい、4センチの部分はちょっと中に入れるぐらい、中に入れ込みますね。はい、こんな感じですね。で、ここの、ギリギリのとこですね。このギリギリのとこで一回ひねります。ひねります。ひねったら、切り落として結んでください。切り落として、結びます。はい、こんな感じですね。でですね、こう今デコボコなってるので、デコボコこうなってると思うんですけど、このデコボコをこう押さえて、きれいに、きれいにやってください。きれいにこういう風に面にしてください。こっち側も、じゃあ次いきますね。先端を、7センチぐらい残して膨らませます。旧車260ですね。で、5センチですね。5センチを作ります。5センチ。5センチを作ったら、この4箇所どれでもいいですね。この4箇所、1、2、3、4、どれでもいいんですけど、2センチを作りますね。こっちしましょうか。2センチを作ります。はい。ここに作りました。2センチ。で、そこに5センチを絡めてください。こんな感じですね。5センチ絡めました。で、その絡めたその風船を使って、そのまま4センチを作ります。
4センチを作ります。で、隣に2センチを作りますね。で、絡めます。そしてですね、この今、この4センチ作った続きですね、ここに、24センチかな、24センチを作ります。はい、24センチ。で、24センチを作ったら、その隣にまた2センチを作ります。そして絡めます。で、4センチを作ります。この延長ですね、その風船に作ってください。4センチ作って、隣に2センチを作ります。で、絡めます。はい、で、最後ですね、5センチを作りますね。5センチを作って、で、少し長めに残して切り落とします。はい、こんな感じですね。5センチからスタートして5センチ作って、4センチ作って、24センチを作って、4センチを作って5センチ。はい、これで切り落としました。こんな感じですね。はい、次いきますね。また一緒のように、よいしょ。先ほどと一緒のように、また膨らませますね、よいしょ。で、今度は、今度は6センチ、6センチを作ります。そして、先ほど一番初めに5センチを絡めたここですね、この場所に2センチを作ります。そして絡めます。はい、絡めます。はい、で、絡めたら、その今これは6センチを作った風船に4センチを作ります。4センチを作って、隣の2センチに、隣に2センチを作って、絡めます。はい、絡めます。で、今度は、25センチかな、25センチ。はい、25センチを測りますね。25センチを作って、25センチを作って、隣に2センチを作って、で、絡ませます。はい。絡ませます。で、4センチをそのまま、この延長に4センチをまた作りますね。4センチ。そして、隣の、これですね。これに2センチを作ります。で、絡めます。そして、最後6センチですね。最後6センチを作って、少し長めに残して切り落とします。よいしょ。はい。こんな感じですね。はい。6センチ、4センチ、25センチ、4センチ、6センチ。で、切り落としましょう。はい。今何段目かな ?8。1,2,3,4,5,6,7,8、9、10段目までですね。で、最後11段目でもう終わりです。はい、最後よっこらせ、よいしょ。最後ですね、また一緒のように先端を7センチぐらい残した勇者を膨らませてください。はい、いきます。最後11段目ですね。はい、4センチを作ります。4センチ、そしてここ6センチをさっき作ったところですね、ここに2センチを作って絡ませます。よし、はい、絡ませます。で、4センチを作ります。この延長ですね、延長に4センチを作って、で、隣に2センチを作って、で、絡ませます。はい、で、絡ませます。そしてですね、21センチ、はい、
21センチを作ります。で、隣のここですね、ここに2センチを作って、絡ませます。はい、絡ませます。で、4センチですね、4センチで、この残りに2センチを作って絡ませます。はい、そして最後ですね、4センチ。4センチを作って、で、少し長めに残して、切り落とします。はい、よいしょ、これを見たんでね。はい。はい、最後ですね、4センチ、4センチ、21センチ、4センチ。4センチですね。で、少し長めに押して切り落としました。はい、11段目まで完成です。で、11段目まで完成したら、ここの前の2本を切り落とします。こことここは切り落とします。はい、こういう部分をしっかり結びつけておいてくださいね。はい、前の2本を切り落とします。で、ここが残ってたら最後にですね、8センチを作って、ちょっと今これ8センチあるので、もうそのまま結びますね。で、残ってなかったらまた1回切り落として8センチを作ってください。で、こっちも8センチを作ります。はい、8センチを作って少し長めに残して切り落とします。はい、はい、こんな感じですね。はい、10段まで。はい、後ろはこんな感じですね。はい、これ160のブラッシュの先端を15センチぐらい残して膨らませます。はい、で、2センチの絞りひねりを2つ作ります。はい、2つ作ります。はい、で、これをもう1本膨らまして、こちら側も、2センチの絞りひねりを2つ作ります。はい、作ります。そして、7センチを作ります。7センチ。7センチを作ったら、もう1本の方の2センチの絞りに絡ませます。はい、絡ませます。で、こちら側にも7センチを作って、反対側の2センチの絞り目に絡ませます。はい、こんな感じですね。こんな感じです。はい、いきますね。1センチ、1センチを作ります。1センチ、で、2センチの絞りひねりを2つ作ります。はい、1センチ、2センチの絞りひねりです。で、こちら側にも作りますね。1センチ、1センチ、2センチの絞りひねりを2つ。はい、1センチ、2センチの絞りを2つですね。で、それぞれ7センチを作って反対側に絡め合わせですね。7センチを作って、7センチを作って、こっちの絞り2つに絡ませます。はい。で、こちら側にも7センチを作って、はい、7センチを作って、こっちに絡ませます。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じです。はい、これをこの
1センチから2センチの絞り縫いですね。これをあと2回繰り返しますね。2回。はい、ここまでできました。はい、4段目までですね。1、2、3、4段目まで。次5段目を作ります。はい、1センチを作りますね。で、7センチを作ります。1センチ、7センチを作ります。そして反対側に1センチを作ります。はい、1センチ、7センチ、反対側に1センチ。そしてそこに7センチを絡めます。はい、絡めますね。で、どっちでもいいですけど、残ってる方ですね、長い方に7センチを作ります。はい、7センチを作る。で、ここにですね、これを、回転させながら中に、これをぐるーっと回転させながら、はい、で、絡めます。はい、こんな感じですね。で、これをあと、2回繰り返します。こんな感じですね。はい、こんな感じです。今7段目までです。7、1、2、3、4、5、6、7。で、4段目までは、この絞りひねり2つがついてますね、横に。はい、で、5段目からはもうそのままですね。はい、そのまま。で、ここまでできたらですね、はい、割り箸をですね、この中に通します。半分に割ったやつですね。割ったやつをぐーっと中に通します。ぐーっと通して、はい、で、一番下まで持ってきます。はい、割り箸を今この中に通ってますね。ここからここまで、はい、こうやって割り箸を中に入れることによって、強度を増す、強度を作ります。これもですね、割り箸が入ってます、中に。なので、こうやっても大丈夫です。曲がりません。しぼんできても曲がりません。はい、そんな感じです。はい、よいしょ。はい、そうですね。で、これに、延長して作って、16段、全部で16段目まで、作っていきます。はい、このまま延長して作っていきますね。今16段目までできました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16段までですね。で、最後は、1センチを作ってちょっと長めに、残して切り落としてます。はい、で、割り箸をずっと入れてます。まあ、ここら辺はちょっと入ってないんですけど、ちょっとまだ次足すので、ここぐらいからはずっと入ってます、割り箸が。で、ここら辺はちょっとオーバーラップさせて、割り箸を入れてます。はい、そして、フューシャですね。はい、フューシャの先端を、12センチぐらい残して膨らませます。これを2本、はい、これを2本膨らませます。そして、この延長ですね。はい、この延長に、こう結び合わせますね。延長線上に結び合わせます。はい、それぞれ結び合わせます。はい、結び合わせます。はい、そして、9センチを作ります。9センチ、9センチを作ったら反対側に、そのまま絡めますね。はい、こんな感じでそのまま絡めます。はい、そして、こっちにも9センチを作って、あとは同じようにですね、はい、9センチを作って、9センチを作って、で、こっちに持ってきて、はい、こっちにこういうふうに持ってきて、はい、こう持ってきて、あとこれとこれを前後を入れ替えるようにぐるっと回転させながら、はい、絡ませます。で、はい、はい、こんな感じですね。はい、いきますね。1センチ、4センチの絞り。はい、1センチ、4センチの絞り。こっち側も1センチ、4センチの絞り。1センチ、4センチの絞り。はい、はい、いきますね。こっち側も1センチ、1センチ、4センチ、1センチ、4センチの絞りですね。で、9センチを作ります。9センチを作ったら反対側の絞りに絡ませます。はい、反対側に絡
絡ませました。そしてこっち側も9センチを作って反対側に絡ませます。はい、こんな感じですね。9センチ9センチで絞り、4センチの絞りですね。ここをですね、4センチの絞りがある方ですね、これをあと2段作りますね。で6段と17、18、19、20段までできました。はい、で最後ですね、最後もここから割り箸をですね入れますね。入れてずっと下まで、はい、入れます。はい、はい、こんな感じでですね、はい、ここは完成です。はい、でですね、はい、これですね、本体に取り付けていきますね。ここの絞りひねり2つの部分ですね、ここにこれをこう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 いう風にですね、全部こっち側、反対側もですね、反対側もこれはここ、これはここ、これはここ、これはここですね、一気に、絡めていきますね。はい、はい、今絡めたところですね、はい、この4箇所ですね、はい、こんな感じになりますね。で後ろはこんな感じですね。はい、最後ですね、これですね、先ほど一番最初に作ったやつですね、これをですね、この後ろから入れ込んで、で少し、こっちの下から入れ込んだやつのとこをオーバーラップさせて、少しここら辺からこうなるぐらいですね、の位置でこれをひねって、これをひねって、で、切り落として結びます。で、これを中に入れますね。ここから中に入れます。中から入れて、はい、こんな感じですね、こんな感じ。はい、ブラシですね、ブラシの先端を18センチぐらい残して膨らませます。で、2センチの絞りひねりを作ります。で、この2センチの絞りひねりですね、しっかり、結んでおくようにこう中に入れ込んでください。はい、で少し柔らかくします。はい、で、ここですね、この空いてる部分、これをこういう風にしたいので、中に入れ込んでしまうので、はい、2センチの絞り目で中に入れ込みます。はい、入れ込みます。そして、こう持ってきて、端っこですね、はい、ここで一回ひねります。ひねって、2センチの絞りを作ります。で、残りは切り落とします。で、この2センチもしっかりこう、結んでおいてください。取れないように。はい、はい、こんな感じで、こう持ってきて、ここの最後に入れ込みますね。はい、こんな感じですね。あとはここに、このギターのですね、このマークをですね、3フレット、5フレット、3、5、7、9、12に2つ、15ですね。はい、これでギターの完成です。はい、ぜひ作ってみてください。じゃあ、バイバーイ。